こんばんは、スナメリです。ゴールデンウィーク後もそのまま別荘に滞在される方も多く、すっかりオンシーズンな軽井沢です。新緑もまぶしく、野鳥たちのさえずりもにぎやかで、暑くもなく寒くもなく、まさに冷涼な陽気。お散歩にも最高の季節です。あちこちでアヤメ、藤の花が咲き始めました。アヤメというと和のイメージが強い花ですが、軽井沢で見るアヤメはアイリスと呼ぶ方がしっくりくる風情です。群生して風に揺れる様子は何とも言えない清涼感があります。藤の花はよほどお日様が好きらしく、高い木に絡まり絡まり、どん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 高いところに向かっていきます。道に花柄が落ちていると、あちこち見上げて藤の花を探します。そんな高いところまで登ったのかとびっくりすることも多いです。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピは、旬の食材やお気に入りのお店など、信州の美味しいものの話、またお家で手軽に楽しめるお料理のレシピ紹介を中心に、軽井沢暮らしのあれこれについてお話ししています。今回は第65回目、2023年5月22日に録音しています。ゴールデンウィーク終盤、ご近所さんからお肉屋さんで大量の牛すじをいただいちゃったんだけど召し上がりますかと声をかけていただきました。ちょうどその前日、私もお肉を買いに行った時、和牛の牛すじがたくさん並んでいて、ゴールデンウィークですき焼きやバーベキューで高級牛肉がたくさん売れたんだろうな、牛すじも絶対おいしいやつだよなと思いながらも、なんとなく見送っていたのでした。声をかけてくれた方も別荘でいらっしゃってるので、牛すじの下処理も大変だろうと、もしよかったらまとめて下茹でまでしましょうかと言ったら、もうすでに茹でこぼしをして1キロ分ずつジップロックで冷凍してくれたそう。もうシンクがワセリンぶちまいたみたいになっちゃって大変でしたと笑いながら手渡された1キロ分の牛すじ、結構ずっしりあったので、もしよかったらお料理したのを里帰りしますかって聞いてみたら、きゃーぜひぜひ、そしたらもう一袋持って行ってもらえますとお裾分けが2キロに増量したのでした。ということで、今回は牛すじの下茹でと牛すじ煮込み、牛すじカレーへの展開をざっとご紹介しようと思います。まずは牛すじの下茹で。牛すじの状態にもよりますが、私は2回か3回茹でこぼしをします。水からというレシピが多いですが、私は給湯器から出てくるぬるま湯に牛すじを加えて茹でこぼしをします。大きめなお鍋を使い、たっぷりのお湯で茹でこぼしをしたいので、お水からだとお湯が沸騰して牛すじのアクが上がってくるのに結構時間がかかってしまうのです。茹でこぼし1回目はお湯が沸騰するとアクがふわーっと上がってくるので、牛すじをざるにあけてアクだらけになっているお鍋と牛すじをぬるま湯でざっと洗い流します。
吹きこぼしてしまうとお掃除が大変で最悪なので、蓋は厳禁。強火でいいんですが、沸騰する前からお鍋の前でスタンバイ。吹きこぼれる直前に火を止めます。で、もう一度ゆでこぼしをしてから、次は下ゆでに。下ゆでもたっぷりのぬるま湯に牛すじを加えて強火にかけ、沸騰したら弱火にして蓋をして牛すじがお好みの柔らかさになるまでコトコト煮ます。匂い消し。私はニンニクを丸のまま 2,3 遍加えることが多いです。生姜の皮やネギの青い部分などお好みで。弱火でコトコト煮込むほか、圧力鍋で10分ほど加熱して自然放置したり、私はシャトルシェフを愛用しているので、沸騰した状態でシャトルシェフに入れて一晩放置します。粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて半日ほど置くと、表面に白く油が固まります。この油を取り除くと、柔らかく食べやすくなった牛すじと、すっきりとした牛すじのスープが出来上がりです。2、3回茹でこぼしをすると、油もそれほど残ってないはずですが、私はしっかり油を取ったあっさりめが好きなので、一手間加えますが、こっくりコクのある牛すじがお好みでしたら、下茹でしたものを冷蔵庫で冷やす工程は不要です。下茹でまで終わった牛すじは、普通の牛肉と同じように扱えるので、お好みの大きさに切り、かつおだしで大根、こんにゃくと一緒に煮て、牛すじ煮込みに。味付けはお塩とお酒、みりんで薄味に。仕上げにお醤油で風味付けをする感じです。牛すじ煮込みというとこっくりと甘辛に煮たものが多いですが、私はおでんみたいな薄味のものが好きなので牛すじのスープは使いません。こっくり甘辛にするときは牛すじスープを作った方がよりコクも出て、コラーゲンの効果でとろりと仕上がります。牛すじカレーは、くし形に切った玉ねぎをオリーブオイルで炒めて、牛すじスープを加えて軽く煮て、カレールーを加え、スパイスなどで味を整えて出来上がり。サラサラ系よりカレールーでとろりと仕上げる方が好きなので、牛すじカレーは市販のルーを使います。今回は、バーモントカレーに生のトマト、レモンの絞り汁を加えて、とろーりしながらもさっぱり感もある仕上がりにしました。そうそう、市販のカレールーを使うとき、煮込むときにメティというハーブを加えると本場っぽいカレーになります。甘くなるとか辛くなるとか、こうはっきりとした味はないのですが、少し加えるだけで華やかさが出るというか、カレーの雰囲気が変わります。市販のカレールーってちょっと美味しすぎるというか、なんとなく飽きてくる美味しさなんだと思うんですが、メティを加えるとむむこれはな感じが加わります。私は煮込むときに加えますが、いただくときにパラパラと振る食べ方もあるようです。ということで、牛すじ、お手頃価格だし、旨味も食感も素晴らしく美味しいのだけど、下茹でまでがちょっと面倒。私は多めに買って、下茹でまでまとめてやって、2、3回分に分けて冷凍しておきます。手が込んでる風のお料理がパパッとできるので、ストックしてあると嬉しい食材です。ちなみに、牛すじを美味しくいただく一番のポイント。実は、茹でこぼしでも、
下茹ででもなくって、美味しい牛肉の牛すじを手に入れること、これにつきます。高級な牛肉を売っているお店に出ている牛すじは、やっぱり美味しいんです。美味しい牛すじなら、茹でこぼしもそこそこで美味しいのですが、冷凍で安く売ってる牛すじは、かなり丁寧に下ごしらえしないと美味しくいただくのは難しいです。なので、ゴールデンウィークとか、お盆とか、年末年始とか、みんながごちそうを食べるときこそ、美味しい牛すじに出会えるチャンスです。次のチャンスはお盆休み。ぜひお試しください。ちなみに、2キロの牛すじ、たっぷりの牛すじ煮込みと牛すじカレー、牛すじのスープができて、ご近所さんにも里帰り、とっても喜んでいただけました。牛すじが行ったり来たりして、二家族がハッピーになれて、めでたしめでたしでした。前々回お話しした親の不動産の登記手続き、まだ道半ばではあるものの、法務局から手続き完了の書類が届きました。いろいろややこしくて一時は諦めかけたものの、人間やればできると鼻息を荒くしています。法務局の手続きもまだいくつか残っているし、親の気が変わったりするとまた振り出しに戻ったりと、まだまだ油断はできませんが、少しでも前進できたことが嬉しいです。高齢化が進んで長生きできる人が増えているのはありがたいことだけれど、年を取れば判断能力が少しずつ低下していくのは避けられないし、オレオレ詐欺のような特殊詐欺も後を絶たない中、高齢者のお金や家などの管理がどんどんややこしいことになっていくように思います。親の就活の手伝いをしながら、子供のいない我が家はどんな準備をしておけばいいんだろうと考えてしまいます。今自分のお金の管理もほぼすべてスマホでポチポチやってますが、今後どんどん巧妙になっていく特殊詐欺に引っかからない自信もないし、世の中の仕組みについていけなくなった時、身近に助けてくれる人はいるだろうか、適切な人にサポートをお願いできるだろうかと、ちょっと不安になります。一つはっきりしていることは、これからは少しずつ手放すことが大事だと思っていて、自分の暮らしを身軽にシンプルにしていきたいなと思っています。言うはやすしですが、なかなかハードルの高いチャレンジですよね。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピのツイッターアカウントはスナメリポッドキャスト、インスタアカウントはスナメリアンダーバーポッドキャストです。ご意見ご感想とハッシュタグスナメリのナチュラルレシピ、またはハッシュタグスナメリポッドキャストをつけてお寄せいただければと思います。メールアドレスはスナメリポッドキャスト @gmail.com です。メールも気軽にお寄せください。本日も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。明日もニコニコな一日になりますように。ではでは、おやすみなさい。